雲門文猿緩和7年4月10日は、中国の東末から5代の前奏。送り名は、大軸も、京気吉弘明大師。属性は長蘇州家公兼の出身。五家七層の一つ、雲門州の海祖。若くして出家することを望み、過去の空王子の志清志立志について、弟子となり、17歳で出家した。 二十歳の時上州の会談で、愚足会を受け、再び志清主立志のもとで四分律などを学んだ。大幕機雲禅寺の奉仕である牧州の道正禅寺に、越したが、三度門を閉じられ、足をくじいて退号した。それから、さらに説法寺で修行を積み、絵の門下の説法儀、あり禅寺の奉仕となった。説法寺では器を隠して大衆に混じり、 修行したという。説法山を辞した後、さらに諸法を有歴して様々な前者と交わり、感化元年には、宗家の宝林寺に死亡する六祖、江野禅寺の塔を廃した。その後、昭州の霊樹助便禅寺の道場の霊樹寺,寺に赴き、そこで、主座として聖原長陽の実説を過ごすことになる。この霊樹はこの道場に従すること20年の間。 修行僧たちの懇願にもかかわらず、主座を置かず、我が主座は、牧牛となって夕う方中であるなどと予言し、運門が至るに及んで、ようやく主座職を命じたと言われる。そうして、丁明四年の宣言に際して、運門が霊時の五重になることを遺言し、その結果、運門はその宝石を継ぐことになる。時に運門はすでに五十四歳になっていた。 さらにその5年後の同行元年にようやく、昇州の雲門山を開いてその解散となり、三津安院を建立した。この山には、常時千人の修行者がに衆し、南関の竜より、京誠大師の名を賜った。南関の狂権政治の厳しい知性下で、現実と仏法の狭間にありながら、弟子を教育して、極めて簡潔な日常語で、ズバリ全胸を述べた。 伝統録には、文猿の奉仕として61人もの名前が載っている。後にその門派は大いに栄えて、運門宗を形成するに至った。漢は7年4月10日の深夜、運門禅寺は自弱し、25日に早々が行われた。運門山に従すること34年、86歳であった。遺械により、 塔を立てず、遺体は法上に安置され、没後17年に気づいが現れたため、犬徳四年北宋の大祖に、大軸も、京清義博明大使と追使された。五六に、雲門公禄三巻がある。前の五六には、雲門禅時の言葉が公案として、多く取り上げられており、公案の題材を提供したことでは、上州和尚と共に軍を抜いている。公案州 壁言録などに多くその言動を収録しており、今でも身近なところにその言葉が残る。その前後には、花やクラン、金毛寺師、唐クソクサビなどがあるが、雲門禅寺の言葉の中で、最もよく知られているのは、日日ゼコウである。ある時、雲門禅寺が、修行者たちに言った。十五日以前は、何時に問わず、十五日以後、一句を言い持ち来たれ。 自ら変わって曰く。日々これ口日15日以前と以後の意味に関してはいくつかの説がある。しかし、ここで問題なのは、一句を言い持ち来たれの方である。ところが彼の気に入る一句を持ってきた修行者がいなかったのか、雲門禅師が自ら一句を提示した。それが、日々これ口日である。日々これ口日。良いことも悪いことも、 取り巻く現実を徹底して見据えた上で、ここに今、実際に生きてあることの感謝を知る。そうすれば、毎日が口実である。ありがとうございます。